はいどうもブラッドです。今回はエンゼルスの2人の左腕サンドバルとスアレスについて話していきたいと思います。まずサンドバルなんですが、先日ドジャース戦で大谷選手にフォアボールを与えた投球で非常に痛がってそこで負傷降板したんですが、結局ですねこの度グレードのかなり高い屈筋の断裂、そして尺足側副靭帯の断裂ということが明らかになっています。まだどんな手術をするかっていうのは確定してないんですが、サンドバル自身はトミー・ジョン手術が必要になるだろうと話しています。ちなみにトミー・ジョン手術だと仮定すると、今シーズンエンゼルスの中では新加入のロバート・スティーブンソンに続いて2人目になります。また昨年で言うとキハーダ、ウォーレン、そして大谷選手、この3人がいましたね。これでサンドバルは今季はもちろん終了で、復帰はいつになるかってとこなんですが、だいたいトミージョン1年半はかかると言われています。なのでそれで言うともう来季も全休で、2026年の開幕からは投げられるんじゃないかっていうとこですね。ちなみにサンドバルはこの2026年終了後に FA になります。なのでトミージョンからの復帰シーズン、サンドバルにとっても非常に大事な年ということになります。でサンドバル今季終了が決まってしまって、今後の先発陣どうなるかなんですけど、まあ現状ロースターに残っているのはタイラー・アンダーソンとキャニング、そしてプリーサック、この3人だけなので、少なくともあと2人は先発用意しないといけないんですけど、まあ候補としてはもうデトマーズ、シルセス、デイビス、ダニエル、この3人ですね。そして7月頭にソリアーノが IL から復帰できるはずなんで、そうしたらまた1人チェンジという流れになるんじゃないかなと思います。ここで今日のサンドバルのコメントを紹介します。最悪だよ、他に言いようがない、フィールドに出るのが大好きだしプレーするのが大好きなんだ、残念でしょうがないよ。回復には長い時間がかかる、明らかに辛いがもっと強くなって戻ってくるつもりだ。でこっからは僕の所感なんですけど、まあただただ残念ですね。一昨年2022年は好成績で、ただ昨年はあまり良くなく、で今年、まあ大谷選手も抜けてピッチャーのチームリーダー的なポジションで開幕迎えたサンドバルで、開幕投手も務めましたし、でもその中で、まあ、防御率でいうとここまで去年よりも悪いで、結局こんな形でシーズンエンドと、もうただただ悔しいと、もうそれだけでしょうねサンドバルからしたら。まあこっちとしても同じような気持ちなんですけど、まあただ起きたことはしょうがないんでね、もうこれをねなんとかプラスに持ってってほしい。まあサンドバルコメントで言ってましたけど、今よりもさらに強くなってっていうことですね。リハビリ期間中だからこそできること、考えられることいっぱいあると思うんで、ぜひね2026年になると思いますけど、新生サンドバル僕は待ってます。プレーできないのは非常に辛いでしょうけど、サンドバルだったらどんな逆境も乗り越えられるはず。2026年完全復活からのキャリアハイ、信じてます。リハビリはきっと大変でしょうけど、頑張れサンディ。続いてスアレスについてです。先日 DFA されたスアレスですが、結局クレームされず AAA に残留ということになりました。率直な感想、マジかよ、おい、どのチームもいらないのスアレス。え、 2,3 年前防御率3点台よ、いらないの。もうこれはね僕もショックでした。もうそんなにスアレス必要とされてないのかって。まあ前も動画で言いましたけど、ホワイトソックスにね、去年までエンゼルスのピッチングコーチだったマット・ワイズがいますんで、きっとスアレスがウェーバーにかけられたことでホワイトソックスのフロントはワイズに何か話したと思うんですよね。話聞いたと思うんですよ。で、ワイズは2020年からエンゼルスの組織にいますし、いい時のスアレスも知ってるはず。だからワイズのね、いい話を聞いてフロントがスアレス獲得に動くっていうシナリオを僕はなんとなく描いてたんですけど、まあそうはならず。いや、これスアレスなんかいろいろ問題あんのかなとか勘ぐっちゃいましたね。でスアレス今季まずっと成績良くなかったんですけど、もうだったらもうさっさと DFA すればよかったじゃんっていう話ですね。今まで DFA してなかったのはどっかからクレームされるだろうっていう気持ちがあったから。
DFA してなかったんですけど、なんだよ誰も取らないんかいってね。まあこれは結果論ですけど、あと時期によってクレームされた可能性もあるでしょうけどね。いや本当今回クレームされなかったのはね、僕は驚きですね。でスアレスはまあ組織に残って、いやーまあこっから心機一転じゃないですけど頑張ってほしい。本当スアレス、これはね危機感持った方がいいですね。もう何か変えないと。現状どこからも必要とされないんだよっていう状況を一回受け入れて、自分に厳しく、今までと同じやり方じゃダメなんだよっていうことをちゃんと自覚して、もうゼロからのスタートの気持ちでハングリー精神を持ってまた取り組んでいってほしいなと思います。はい、ということで今回以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー炎上、さよなら、バイバイ。